日本ハム、連勝を逃す、新庄監督少ないチャンスをものにされましたね。5月初の連勝を逃した、日本ハム新庄監督は試合後、少ないチャンスをものにされましたね。毎回チャンスを得点につなげる攻撃ができていたら、それはもう素晴らしいチームだし、それができないのが野球ですからね。大事なのは、この負けを引きずらないことと語った。これにネット上では、今日は唯一の打点を挙げたとはいえ、清宮の一番起用があだになった感じでしたね。自信なさげな上に、進塁打なのか積極的にヒット狙うのか、自分に求められる役割を迷ってるというか、決めきれずに中途半端になってた印象でした。でも、中継ぎの組み替えとか打順の入れ替えって、チームが調子いい時にやって、引き出し増やしておくことで、日程が過密になった時に絶対生きてくる。このままソフトバンクの息切れ待ちつつ、チーム力の底上げをしていければ、本気で A クラス、それ以上が見えてくる。今は楽しみで仕方ない。思ったんだが、球審のあのゾーンで6回3失点って何気に加藤すごくないか。どう見ても相性最悪レベルだったし、試合ぶっ壊さずにイニング食って。勝てる可能性を残してくれただけでも、自分はよくやったと言いたい。まあ、初回の先頭四球はもったいなかったとは思うが。